戦国自衛隊、関ヶ原の戦いは、日本のテレビドラマ。2006年1月31日に前編、さらば友よが2月7日に後編、愛する者の,のために、が、日本テレビ系列、ドラマコンプレックス枠で放送された。原作は、半村亮の SF 小説、戦国自衛隊であるが、題名通り部隊を、関ヶ原の戦いにしている。ただし、 内容は舞台を同じくする劇画、俗、戦国自衛隊やそのノベライズ版とは全く別のオリジナルであり、歴史に干渉せず全員無事に現代に帰りたい場と残り少ない命を戦乱の世で完全燃焼させたい島村の対立が軸足になっている。後編では後半の戦闘シーンに映画戦国自衛隊から戦国自衛隊のテーマが使われた。 リアリティを出すため、装備については89式 5.56mm、小銃や 5.56mm 機関銃、ミニュミのプロップガンなどが使用されているほか、衣装についても、迷彩服2型のレプリカが使用されている。しかし、実際の自衛隊についての認識不足や誤解している、部分がある。戦闘シーンについても、自衛隊による協力で74式戦車などの、 実写が使用されているが、実物映像はほぼ流用である。長戸博之、津川雅彦兄弟が共演している上、共演シーンはないが、長戸の妻、南田洋子も出演している。南田はその後に芸能活動を休止したため、彼女にとって本作品はテレビドラマの遺作となった。放送終了後の2006年6月21日には、 カットされたシームを追加して収録した完全版 DVD がバップより発売されている。ある日の夜、流星雨が降り注ぐ空を見ていた少女、イバユウは月が赤く見えていた。不吉な予感がしたユウは仕事に行こうとする父親のイバアキヨシを引き止めようとするが本気にはしてくれなかった。しかしイバはパパは死なないぞ、と必ず帰ってくることを約束した。 数日後、富士山のふもとにある東富士演習場では、陸上自衛隊東部方面隊第一師団による実弾を使用した大規模な演習が行われていた。2泊3日に及ぶ、この大演習の中には、優の父親であり、自衛官でもある伊庭の姿もあった。突然雨や雪が降ったりという異常気象に見舞われながらも、すべての日程が無事に終わり、各部隊が、 キロについていたさなか、天空から謎の光が降り注ぎ、岩とそのライバルである島村拓也が小隊長を務めるそれぞれの隊が、その中に飲み込まれてしまう。気絶していた岩たちが目を覚ますと、そこは富士山がどこにも見えなく、近くに湖があるという、明らかに先ほどまでと周囲の状況が異なる場所にいることに気づく。混乱する彼らの前に、 仲間のヘリーが空から現れ、状況を確認してみたが彼らも状況を理解しきれてはいなかった。しかし、彼らからの情報で唯一分かったこと、それは目の前にある湖が琵琶湖であるということであった。すぐに情報収集のため偵察を出したイバたちであったが、鎧を着て刀や槍を持った謎の武装集団が偵察員たちを襲撃し、何とか撃退した者の死者が出てしまう。 安全を考えて、ヘリによる偵察に切り替え、大阪まで飛んでみたものの、そこにビルは一つもなく、自分たちが知る街並みとはあまりにもかけ離れていたので、あった。翌日、野営を取るイバたちの前に、多数の鎧武者を引き連れた男が現れた。名乗った男の名前は、戦国武将として歴史に残る石田三成の重臣として名を馳せた島左近と同じものであった。 自分たちに、ここから立ち去るように迫ってきた、島佐根に、岩は、今が何年か尋ねたが、帰ってきた答えは、慶長5年という自分たちが、本来いる、はずの時代から、およそ400年前の数字であった。しかもこの年は、天下分け目の戦いといわれる、関ヶ原の戦いが起きる年でもあったのだ。島佐根たちが帰った後、自分たちが、 戦国時代にタイムスリップしたことを自覚した伊庭は歴史に干渉せず帰るまで何とか生き抜こうと全員に呼びかけるが島村は自分たちの力を使って天下を取ろうと主張。両者の意見は対立し二人の間には溝ができてしまう。島左近から伊庭たち自衛隊の装備の話を聞いた石田三成はその力を自分のものにするために動き出す。同じ頃、 石田三成と敵対する徳川家康も自衛隊の存在を知り、密かに動き出していた。歴史に関わらずに現代へ帰還しようとする岩であったが、彼の思いとは裏腹に自衛隊は歴史の渦の中に巻き込まれてゆくのであった。役柄名の横のカッコは所属招待。ありがとうございます。